皆さんこんにちは。ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部しりです。今回は2021年に読みたい本 TBR ということで、こちらの企画は実は先月から始めた企画で、今までね読んできた本の紹介ではなく、これから読みたい本を紹介するといった内容の企画です。結構ね、海外のブックチューバーさんとかだと TBR っていうねハッシュタグをつけて動画を出される方多くて、で今回もねそれをやっていきたいなと思ったわけなんですけれども、多分ねこちらの動画出すときはもう12月も結構ね後ろの方に行ってしまってるんじゃないのかなと思って、まあ今月はねいろんな動画があったので仕方ないんですけど、でも今回もねこちらの企画やりたいなと思って、どうしようかなって考えたときに、もう年末だし、どうせなら来年の2021年に読みたい作品を一気に紹介するみたいな、そんな話をしてもいいのかなと思い、今回は今月読みたい本ではなく来年読みたい本をバババッと紹介していこうと思います。2021年もね、おそらくというか多分というか、まあ、絶対というか、たくさん本を読む年になるだろうと思っております。今年以上にね読むことになるだろうなと思うし、もう読む作品の幅をねもっと広がると思っていて、たくさん読むことになるのは分かっているんですけれども、一つねテーマを設けたいなと思って、そんなわけで2021年の来年の読書のテーマはズバリ、定番作品を読んでいきたい、頑張るぞです。まあ、結構ね忙しくはなりそうなんですけれども、最新作品とかのこう合間を見つけつつ、定番作品をね読んでいくっていうような月にしたいと思います。月じゃない、年にしたいと思います。というわけで、ものすごくざっくりになってしまうんですけど、この作家さんとかこのシリーズ作品みたいな感じで、ね、攻めていきたいなと思っています。はい、というわけでね、まず国内作品から紹介すると、まずなんといっても東野圭吾さんの作品、はい、読みたいなと思ってて、残り全部読みたいなと思ってます。こんなこと言ってね読めるかっていうのは分かんないんですけど、多分もう残すところ十数作品じゃないかなって思います。違うかな、もうちょっとあるかもしれないんですけど、デビュー当時の作品から2000年前後ぐらいまではね順番にバーってほぼ読んできていて、あとはね2010年代の作品とかも、結構読めてるんじゃないかなっていうふうに思っております。なのでね、東野圭吾さん読み切って、もう新作をねワクワクしながら待つみたいな、ついにそのステージに立てるのかどうかっていうね、そんな2021年になれるのかっていうね、頑張りたいですね。続いてはあやつりさんの作品ですね。やっぱりあやつりゆきとさんの作品は館シリーズを今ね暗黒化の殺人まで読んでいて、もう2作品の館シリーズが残っているのと、あとはなんといっても今年すごく話題になったアナザーのシリーズを読みたいと思っています。アナザーをね、アナザーエピソード S、 そしてアナザー2021じゃない、2021は来年ですね。アナザー、2001が発売されていて、それもね絶対面白いっていうのはもう分かってるのに、まだ読めてないので、それもね読みたいです。そして3つ目に森博さんの作品、本棚的にはここにねずらーってなっているのが森博さんコーナーみたいになってるんですけど、この森博さんコーナーのね作品を少しずつね、そこから積んどくを減らしていくっていう、ついに着手するのかっていう年にしたいと思います。はい、今ねこちらの全ては F になる S&M シリーズの第1作、こちらの作品だけを読んでいるよっていう段階なので、残りは多分10作品ぐらいあるんですよ多分ね。1,2,3,4,5,6,7,8,9、うん、残り9作品あるので、ね、これもね読んでいきたいですね。で続いて4つ目が京極夏彦さんの百鬼夜行そのシリーズです。これねミステリーあるあるだと思うんですけど、まあ、この作家さんの代表作といえばこれだよねって、だいたいねシリーズの1作目みたいなことが多くって、その先を読んでいけないみたいな、シリーズ作品の1冊目だけをこうね手をつけていって、その先に進めないみたいなのってあるなと思って、まさにその罠にはまってしまってるなって思っております。百鬼夜行シリーズはねこちらの梅の夏だけね読んでいる状態なので、いやこれもね読んでいきたいです。あとは古典ですね。古典作品のやっぱ江戸川乱歩、横溝正史あたりをね何作品かでもいいのでね攻めていきたいなと思っております。まあ、それぞれなんですけど、江戸川乱歩はこちらのね新潮文庫版の怪人二十面相、はい、横溝正史はねこちらの獄門刀を読んでいるっていうね、まあ、それぞれ1作品ずつ読んでおります。今ね名作を読もうシリーズみたいな感じでね、名作をね少しずつ本当にね少しずつ読んでいってる、そんな感じで進めてる企画があって、次ね坂口安吾の不連続殺人事件読みたいって言ってそこで止まってしまっているんですけど、その企画をねこううまく連動させながら、ここら辺のね古典作品を少しずつ攻めていきたいなと思って
っております。で、2021年ね、1年ありますからね。続いては海外作品、まあ、海外作品もやっぱ読みたいなって思ってて、特にちゃんと手をつけたいなと思ってるのがシャーロックホームズシリーズです。定番も定番もう同定番だと思うんですけど、読めてなくて、今2作ですね、あのヒーローの研究とシャーロックホームズの冒険の2作品ね、読めていて、多分1年あればもう頑張れば読める。もうシャーロックホームズはもう本当ね、多分1ヶ月ぐらい時間を作って、もうね、バンってこう1ヶ月シャーロックホームズ生活みたいな感じでやれば、絶対にこう読める分量だし、絶対楽しいと思うんですけど、結局ね、あの読めずできてしまって、それもね、本当来年読みたいなと思ってます。はい。あとは現代作品なんですけど、北欧ミステリーのミレニアムシリーズですね。この後ろのね、ここにあるカラフルな作品たちがね、そのシリーズ作品なんですけど、まずね、こちらの本棚に収まっているシリーズ3作品ね、読んでいきたいです。北欧ミステリーブームの火付け役といえばミレニアムという作品なので、本当にもうこんな世界的ベストセラーをね、ずっと眠らせておくのはもったいないっていうね、もったいないって思いつつも置いてあるんですけど、読みたいなっていうね、感じですね。という感じで、ここら辺にしとかないとやばいなというので、まあもうね、ここら辺でやめにしておくんですけど、いや本当にこんなに読む作品ね、あるのはすごくいいことですね。何言ってるか全然まとまらないんですけど、なんだろうな、この TBR って、まあ、どれだけ実現したかっていうのはね、ぜひね、あの2021年末読書記録を振り返ろうみたいな、多分そんな話しようと思った時に、そこでね、答え合わせっていった感じなんですけど、今紹介した作品読んだら、もうなんて楽しい1年が過ごせるんだっていうね、もう明るい未来しか待ってないみたいな、もうワクワクと楽しみしか待ってない1年になるだろうなっていうね、もうそんなことはもう分かっているというか、もうそんな未来しか見えないので、本当にね、少しずつにはなると思うんですけど、やっぱりね、定番作品しっかり読んでいきたいなと思います。少し前なんですけど、ちょっとね、ふざけたこちらのツイートをしていて、そう、読み読みの実を食べて一気にね、読書スピード上げてたくさん本読みたいみたいな何なんだよっていう、ね、ツイートをしていて、いやでも本当にね、そういう気持ちです。絶対に面白いって分かってるのに読めてない作品なんて山ほどあるので、もうどんどん読んで、これは面白いって思ったものをもうバンバンお伝えするような、どんどん読んでバンバンお伝えするっていう、この流れをもうね、絶やしたくないっていう、この流れの中で YouTube をやっていけたらなと思います。まあ、そんな感じで読んだ本が読了ツイートになるのか、はたまた書評動画になるのかとか、まあ、そういったことはまだまだ全然わからないんですけど、一冊読み終わったら何かしらの形でね、皆さんの元にお届けしていきたいと思っておりますので、 YouTube チャンネルをはじめ各種 SNS などね、チャンネル登録フォローしていただけたら嬉しいです。皆さんもね、来年こんな本読みたいとかありますかね。はい、僕はね、もう今言った本に囲まれながら、もうね、その本をこう両脇にこう積み立てて、積み上げて、あのね、タワーみたくしてね、読んでいきたいと思います。というわけで、今回は TBR ということで、来年読みたい作品をバババッと話してみました。あの、皆さんもね、2021年こんな読書をしていきたいとか、こんな作品読めてないけど読みたいみたいな作品がありましたら、コメントで教えてくださると嬉しいです。というわけで、また次回の TBR でお会いしましょう。バイバイ。